滋賀県大津市で園児ら16人が死傷した交通事故を受けて、静岡市では市内すべての保育施設に対し散歩コースの点検を呼びかけています。今日は警察や市の職員が園児たちと一緒に散歩コースを見て回りました。道を歩くときにはみんな隅っこの方を歩こうね。いいですか？はい。静岡市の富士見台こども園では週に2回ほど園児が近所を散歩しています。今日は警察などが園児に同行し、道路の右側を歩くことや交差点では必ず車が来ていないか確認することなどを呼びかけました。道路が狭くなるよ。落ちないように一列になっていった方がいいかな。車来ないかな。ブーブーって来ないかな。曲がりますよ。とにかく気をつけて、そこの四つ角とか信号のある場所だけでなくって、園外一歩出たらもうとにかく危険があるということを伝えながら。滋賀県大津市の事故を受け、道路を管理する市の担当者も散歩コースに危険な箇所がないか一緒に見て回りました。園の周りには幹線道路の抜け道としてスピードを出す車が走る道路もあります。対向車両が来ればどうしてもこうよ端に寄るということで、そうするともし歩行者がいれば衝突する危険性があるということですね。園からは車道と路側帯を区別する白線が引けないかといった要望が上がりました。ここで見ていかないとなかなかこれってどこも共通とかってわけじゃないんで、それぞれでいろんな事情がきっとあるかと思うんで、それぞれやっぱりこう考えていかなきゃなんないと思ってます。運転手というのはうっかりして事故を起こす、起こしたくて起こすものじゃありませんので、極力ミスを減らす方法というのが事故防止になると思いますので、その方策を市さんと方と一緒になって考えていきたいと考えております。静岡市は見直しが必要な箇所については警察などと協議し対応を検討するとしています。